どのエピソードを見る？このエピソードは実在のアズールレーン関連作と。さて、時刻通りに着いたが、まだお越しではないのでしょうか。いや、その岩陰だな。姿は見えないが影を感じる。ご名答よ。さすがね、グレイゴースト。オブザーバー。この偽装を見て驚かないなんて、あなたもなかなか強態よ。まあ、どうせ仲間が周りに配置済みだろうけど。強端。エンタープライズちゃんと一緒だと、いろんなところに付き合わされて強くなりますよ。それは、すまなかったな。今回もまた、セイレントの話の付き添いに選ばれて、グレイゴーストを誘ったこちらが言うのもなんだけど、恐縮だわ。そう感じているなら、そろそろ本題に入っていただこう。どうして私を呼んだんだ？理由？そうね、一つ質問があるなら。手短に頼む。答えにくい質問じゃないといいですね。どうかしら。じゃあ質問よ。あなたは人の死が怖い？怖いさ。人というのは生身だろうと感染だろうと。私の生まれた世界は死に満ちていてね。様々な理由でいつも殺し合っていたわ。あなたの知らない戦争だって何度も起きてる。おぞましい世界だな。エンタープライズちゃん、そのおぞましい世界で私が育まれ、そんな世界だからこうして今の私があるの。そうか。どういう形であれ、君の故郷の侮辱は許されるものではないな。失礼した。私も一つ質問したい。そんな世界から見て我々はどう見えるんだ？素敵よ。特にあなたはね。改めて名前を聞かせて。エンタープライズ。ユニオンのエンタープライズだ。グレイゴーストはもう少し親しい間ではライバルのものに呼んでもらっている。君と今後そういう関係になれるかは疑わしいが。エンタープライズ。そうね、私はあなたを、あの子とよく似たあなた。何を語りたかったんだろう、セイレント。私にもわからないです。でも、エンタープライズちゃんは本当に有名人なんだなって。辛いところでもあるけどな。いや、付き合わせて悪かった。時間も遅い。帰ろう。あいつとはやはり。違うのね。監視を続けるわ。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの。昨夜の盗難事件はまさにここで発生したのだ。うむ、合同大演習最終日のパーティー用に使う菓子が保管されていた倉庫でしたか。
パーティー用などとラベルを貼っていたのがあだになったのかもしれん。して何が盗まれたのか。菓子だ。量は一パックあ、それくらいなら別に騒ぎ立ての必要もないんじゃと思っているな。失礼、顔に出てしまったようだ。まあその疑問はもっともよな。故に事情を説明せねばなるまい。最近獣王が台風続きなのは知っておるか。は、ニュースでは聞き及んでいるが。そう、その台風被害でとある菓子に使うジャガイモの収穫が激減してな。例えばこのポテトチップスとやらの値段も超高騰しておる。ほう、ワンコインで買えそうな、それか。冗談のようで本当の話、競売で10万単位の値がついておるのだ。10万のポテトチップス、すごい味がしそうだな。もちろん中身はただの菓子ではあるのだが、今回盗まれたのはズバリそれだったわけで。はは、これが転売目的の犯行で、しかももしも続くとなれば気分が悪いですな。そうだ、そこで現場検証に乗り出したわけだ。監視カメラなどはないのか。こっちがロイヤル寮の廊下に設置したような。あいにくここは古い倉庫でな。事件当時鍵は。海の方に面した扉には鍵がかかってはいなかったが、昨日の夜も台風がここを横切っておった。民家からも離れておる。仮に人があの頃合いにわざわざここへ来るのも奇妙な点ではあってな。ふむふむ。ん？どうした？外に誰か。逃がさん！おや、君は。わあ、久しぶり。積もる話はあるが、こんなところでどうした？ちょっとね。そういえば開会式には君は来ていなかったな。ああ、いろいろあって鉄血を出るのが遅れたからさ、一人で慌ててきたんだよ。相当慌てていたな。入港ゲートは使わなかったとか。きっとお腹も空いていたのではないか。うん、それじゃあ私はもう戻るから。すまない、二つほど質問がある。何？菓子の袋、中身は全て平らげてしまったのか。それはその菓子、値段が暴騰していたようだ。知っていたか？知らなかったもん。一体さっきから誰と話しておる？鉄血の子か。いえ、少し世間話を。ごめん、引き止めてしまったな。え？ああ、もうこの先、この倉庫に用はないだろう。
そうか。では、達者でな。ミカサ殿、一つだけ申し上げられることがある。なんだ？もう事件は起きないと、この私が保証しよう。どれだけ強大な台風が来ていようと、海の底を進むことができる潜水艦には些細な話だろうな。長旅で疲れた彼女が上陸するや、たまたま目にし失敬してしまった一パック、さすがに多めに見ようじゃないか。何、全ては簡単な推理だよ、ミカサ君。なんてな。誰がミカサ君だ。え、聞いてました？このエピソードは実際のアズール連関連作とは、明日が憂鬱だ。あんた、何ため息ついてんの？わあ、鉄血のヒッパー？ユニオンの船がこんなところで油売っていいっての？今は休憩中だ。別にあんたには関係ないでしょ。はあ、何そんなツンデレっぽいセリフ言ってんのよ。別にあんたのことなんて心配してないっての。わざわざため息ついて落ち込んでる人のとこに来なくてもいいでしょ。他のところに行ったら。行き場がないからここに来たんでしょ。それはさせなくてごめん。塩らしくしないでよ。かえって私が惨めになってるじゃないっての。そもそもハムマンに急に近づいてきて一体全体どうしたのだ。結局それが聞きたいわけ？いや、別にそれほどでも。じゃあなんでさっきどうしたって聞いてんのよ。聞いてくれても罰は当たらないんじゃない？わかった、聞くわよ。最初からそう言えばいいっての。周りくどい。え、ヒッパーは一体どうしたのだ？答えはあれよ、あっちを見てみなさい。ん？ああ、あんたの妹のオイゲンがいるね。めっちゃ人に囲まれてるじゃない。楽しそう。それよ。それ、一人じゃ寂しいだろうって心配してパーティーについてきてあげたら何の心配もいらないくらい楽しそうじゃない。心配してやった自分が恥ずかしいっての。わかる。うちのホノルルでもこんな感じなんだよね。で、あんたは？ハムマ、明日はみんなで演習なんだけど、みんなとうまく射撃の足並みが揃わないのだ。連携がうまくいかないって。そうなの。ハムマンが頑張ってないわけじゃないのに、みんなの方必死に見ながら頑張ってるのに、どうしてうまくいかないのだ。へい、いいだろう。このアマゾンリーは？あ、は、なんかもう一人来たみたいな目で見るな。悪かったわね。もうアマゾン、しっかりしなよ。
ムラグがありそうだから、私が代わりに。いいかな皆さん。私も対象。何のつもりよ。上がってるんだけど、じゃあ手短に言うよ。3人ともだけど、人のことを気にしすぎ。気になること自体はわかるよ。私も偉い姉がいたりするからさ。でもね、人は人、自分は自分っしょ。周囲に合わせられなくて悩むより、周囲の方が自分に合わせるんだって堂々としてればいい。そう?身内に対してコンプレックスがあっても気にしないことの方が大事。だって向こうがどこまでこっちを気にしてる?変なスパイラルに陥っちゃうんだよ。いつの間にかこっちが相手を敵視したりするまでになったら嫌じゃんか。誰も幸せにならんよ。モイゲンは別に優秀じゃないし、ブリュフィアは、でもなんだか一理あるって感じね。アマゾンはな、すぐ人に対していろいろ言いたくなるんだ。いや、卑下しなくてもいいって。私はむしろアマゾンのそういうところが気に入ってるし。本当か？そう、少なくともみんな自分が思ってるより相手は自分のことを深刻に考えてないよ。悩むくらいならその事態を気楽に受け止めて。何偉そうにしてんのよ。正論だからこっちは聞いてやるだけよ。ごめんね、ちょっとアマゾンの癖が映っちゃったみたいだ。さあ、もうここでは十分話したな。次の席を訪問するぞ。うん、それじゃあね。言ったわね。ハムマン、弱いすぎてた気がしてきた。まったく、いろいろと教わることが多い大演習だっての。げんなり。開始前の休憩時間でこの密度とはやってられんわ。練習参加するの楽しみじゃないのか。はあ、楽しみに決まってるじゃない。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係なの。はあ、配膳完了。次は
インディアナポリス様はこちらの食器を厨房に運んでいただけますか。うん、重いものの持ち運び任せて。テキパキと皆さん仕事してるね。すごい。ノーフォーク様にも次のお仕事よろしいでしょうか。あ、はい。でも実はちょっと限界。ではこちらのお皿に盛った料理をあの一番奥のテーブルまでよろしくお願いいたしますね。メイド長、ちょっと来てほしい。厨房でプチ事件が発生中でして、プリちゃんたちと私たちだけじゃ手に負えません。はい、すぐに参ります。はぁ、あ、ベル行っちゃった。忙しいですからね。そばにサフォークがいないと辛いかも。席はこの辺のはず。どこ？ここ？ああ、あたりをキョロキョロしてたらバランスが。やってしまいました。あ、お皿と料理が。すぐベルに報告するね。ここはお願い。うん、わかった。まずはお皿の破片を集めて、ここに避けておいて偽装のアームで動かそう。床に落ちた料理は、まずは雑巾で拭く。それからシミにならないように洗剤も。状況を見に来ました。あ、本当に派手に割れていますね。かけらは危ないから避けておいたよ。適切なご判断です。あとは私が引き受けますので、一旦厨房の方をお願いできますか。うん、わかった。ここにいたんだね。おかげさまでパーティーの開始に間に合ったよ。料理も作り直しが間に合ったし。インディアナポリス、ノーフォークを笑いに来たの？そんなことないよ。ううん、笑いたいなら笑っていいよ。ノーフォークは何を言えばいいかな。ノーフォークはドーセット社と違って訴訟家しくてミスが多いです。サフォークはのんびり捨てるようでも案外ミスもなく仕事をこなせて。でもノーフォークの場合足し引きで。もうロイヤル帰りたい。こうなったら、ノーフォークかわいい。落ち込んで悩むノーフォークも可愛い。どうしたんですか急に。可愛いだなんて、そんな悩むのは責任感のある証拠。それにさっきベルファストをすぐ呼んだの偉いと思う。まさかそれくらいで。料理を台無しにして何もせずに逃げるような人も世の中にはいると思う。だからノーフォークすごい。さっきからところどころで。どうしたんですかその口調。まるそう、私のお姉ちゃんの真似。やっぱり。でもどうして。お姉ちゃん、私のことをすぐ褒めてくれる。私昔自分に自信がなくて、持ってる力も偽装も
使い方がわからなかった。今はやっと人のためにこの力を使えるようになった。私がここまで来れたのはお姉ちゃんの言葉のおかげなの。はあ。時々うるさい時もあるけど、はあ、もしノーフォークが自信を持てないなら私がしっかり言葉で励ますから。私の目から見てもノーフォークは十分にみんなのために働けてるから、どうか演習の最終日まで頑張ろう。はい、頑張ってみます。ありがとう。もう逃げて。青葉さん、今の話は内緒、記事にはしないでください。それじゃ。とっくに見つかってたのか。当事者のご要望なら仕方ないね。いやー、いい話なんだけどな。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの感じ。さて、今回の大演習中の余興である演劇だけど、誰が主人公、男性役を演じるにふさわしいか、この私が見極めさせていただくわ。では順番に私の用意した台本を最後まで朗読してみせて。私が先に朗読するから、その後に続けるように。まずはオイゲンから。オイゲン、どうしてあなたはオイゲンなの？その官名をお捨てになるなら、私だって今すぐ退役するのに。それがお嫌なら、せめて私との演習をお誓いになり、すべての戦果をお受け取りくださいまし。お言葉通り頂戴しましょう。そしてただ一言、僕をオフニャと呼んでください。オフニャね。はい、失格。感情がこもってない。感情どころか思いっきり素に戻らされたわ。なぜにオフニャなの？物語の流れ的にもおかしいじゃない。どんな字面が踊っていようと演じきってみせるのが真の役者よ。そうは言うけど。残念でした。はい、次。私に任せてくれ。いいでしょ。アーク、どうしてあなたはアークなの？その官名をお捨てになるなら、私だって今すぐ退。それがお嫌なら、せめて私との演習をお誓いになり、すべての戦果をお受け取りくださいまし。お言葉通り頂戴しましょう。そしてただ一言、君を駆逐艦と呼ばせてください。セリフをいじるな。多少のアドリブは許せ。多少なものかよ。声からして変なものが聞こえたわ。あそこは東、すると駆逐艦は太陽だ。いえ、もうあなた失格だから舞台から降りなさい。いいさ、駆逐艦、今夜君の隣に眠る。黙って降りなさい。さ、個人的にはあなたが本命なのよ。頑張って。やってみせよう。加賀、どうしてあなたは加賀なの？その官名をお捨てになるなら、私だって今すぐ退役するのに。それがお嫌なら、せめて私との演習をお誓いになり、すべての戦果をお受け取りくださいまし。お言葉通り
頂戴しましょう。そしてただ一言、僕をオフニャと呼んでください。さすれば新しく生まれ変わったも同然、今日からはもう戦艦ではなく。まあ加賀様、どうしてここへいらしたの？波は高くて航行も大変だし、あなたの還暦を考えたならば死も同然のこの場所へ。そんなの自分でもよくは分からなかったのだ。どうしてみんな急にアドリブを入れたがるの？いや、この台本なぜかめちゃくちゃに人のトラウマをえぐってくるのだが。古典的な名作をピックアップしたのがあだになったのかしらね。台本の作り直しをしましょうか。それでは皆様、幾千のごきげんようを。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係だよ。だから自由に楽しんでね。いやー、ついてるな。ビッグセブンの二人に同時に取材ができるなんてワクワクしますよ。はい、何でも聞いてくださいね。な、何でもだと？大衆向け記事のインタビューなど未経験だ。どうしたものか。大丈夫ですよ。今回のインタビューには助手役として白露に参加してもらいますから。準備と説明頼める？はい、では今から紙を配ります。ありがとう。質問の範囲が広すぎるのは困るのだが。その紙にこれからの質問の内容と、ついでに答えに困った時のための回答の例があらかじめ書いてあるの。よかった。まあ、すごく丁寧な資料なんですね。しらつゆ、忘れっぽいから。忘れても仕事がすぐ思い出せるように書類の作りは気合が入ってるんだ。だから誰が使っても便利な資料っすよ。これなら大丈夫かな。それじゃあそろそろインタビューを始めさせてもらいますよ。日頃から心がけていることは何ですか？何事も手を抜かずに全力で打ち込むことですね。それが気持ちいいんです。要はそうだ、さっきの紙にはなんて書かれているんだ？ちら、早寝早起き。なるほど、お二人ともストレスをためない方法や健康に気を使われているんですね。うむ、そうなんですよ。わかりました。では次の質問です。次で最後の質問になります。ビッグセブンとしてこれから何をやりたいですか？またどう答えたらいいのか難しい質問が。これは私も紙を見ちゃいましょうかね。なんと書かれているのやら。別にその通り読まなくてもいいんですよ。せーの、まず何ができるかを考えたいです。自分とみんなのために。よっ、お疲れ。おかげでいいインタビューになったわ。
白露の書いたことばかり話されちゃう。白露のインタビューみたいになっちゃう。平気平気。だって白露と考えが同じだったから、あの紙の内容を二人ともその通りに言ったってことだよ。そう?うん。何しろとってもいいこと書いてあったじゃん。そんなことないよ。何を書いたかなんて忘れちゃったよ。このエピソードは実在のアズールレーン関連作。さーて、次の合同大演習の告知パンフレットの表紙モデルを決めに来たんだがにゃ。どうしてこんなに火花が散ってるにゃ。相性の問題にございますね。合同大演習の初回から数々の知略を授けてきたこの我に、いい加減花を持たせるのが筋ではないのか。実際そろそろ頃合いであろう。ここ最近ずっと新人ばかりを単独で表紙に推挙しておるから、いい加減趣向を変えてだな。これまでのご尽力、それ自体には多大な感謝をしておりますよ。しかしそれとこれとは話が噛み合いません。我を表紙に採用しては客離れがあるとでも思うつもり。これは驚きました。まさか私の考えを先に述べていただけるなんて。なんたらそんな態度と物言い。最近認めてあげていたらしっかり図に乗ってる。認めてあげてというお言葉遣いに言い知れぬ高慢さを感じますわ。そういうところでしたよ。それならまだ、私がモデルになります。何を。お主などな、我の目から見ればまだまだ垢抜けぬ新人よ。それならそれで結構です。今年も新人をアピールする場として教師は活用いたしますわ。毎年今年こそは自分がと祈りつつ、設営に手を貸してやってる我の気持ちを知らぬわけではなかろう。先ほども申し上げました、それとこれは。うん、明石は急に用事を思い出した。ぬいぬい、あとは頼んだにゃ。やれやれにございます。なぜわらわか。されどパンフレット販売もまた購買部の重要な収入源。まさか今年だけ無地の表紙にするわけにもいきますまい。商売のため一肌脱ぐ場面にございますか。さてご喧騒冷めやらぬご様子ですが、わらわに一つね。なんだ。良い案ならもちろん採用しますね。うん、おお、それならまあ妥協の範疇ということでしたら。ご納得ありがとうございます。姉貴何読んでんの。ああ、
次の合同大演習のパンフレットだよ。わあ、もうそんな時期か。パンフレットは他の陣営の誰が参加するかが事前に分かる貴重な発行物だよね。そうだな、青葉のコラムも分かりやすくて読みがいがあるし。競合が揃ってるみたいだぜ。シュー、接戦になりそう。悔いのない戦いをしなきゃ。あれ、今回の表紙は、うん、いいよな、この写真。赤城とミカサのツーショットだ。このエピソードは実在のアズールレーン関連作とはパラレルの関係です。自由に楽しんでください。困ったものね。いいアイデアが思い浮かばないわ。ヨクタン姉さん、何を悩んでるの？あ、いいところに来てくれたわ。今度のクリスマスに向けてね。え？クリスマス？まだ結構先だけど。プレゼントを贈ろうというの？プレゼントはプレゼントで贈るつもりだけど、それよりも大事なのがエンタープライズ用のサンタの衣装。ああ、そうか、サンタ役をやることが決まってるんだ。妹に似合うものを見繕っているのだけど。あ、衣装のデザイン画だ。何を着せるにしても似合ってしまうのね。ああ、羨ましいわ。よくたん姉さん、またいつもの。どうかした？いえ、別に。衣装作成ならハムマンも協力させてくれない？あれも立派にユニオンのためだからね。ええ、そうよ。衣装の素材は買い込んであるから、作るのを手伝ってくれると嬉しいわ。忙しくて私はなかなか時間が取れないし。わかった、サンタ衣装制作頑張る。それなりのものを作ろうとすると思いのほか難しいぞ。あら、同じ色の布を切らしてしまったわ。このままだと途中から色が変わってしまう。せっかくここまでできたんだ、着られそうな子に渡そう。布の面積が少なすぎるから体の小さい子じゃないと無理ね。誰がいいかな。ふん、渡っはない。元気でスタイルがいい子にも渡したいぞ。なになに、季節外れのサンタさん降臨。あとでもらった衣装でライブするね。イエス、ファンタスティ。ものすごく喜んでいてくれたわね。うんうん、みんな似合うな。他の陣営の子にも渡したらどうかしら。試しに後でロイヤルのコメットちゃんたちにも渡しておきましょう。他にも似合いそうな人の心当たりがあるぞ。ミネアポリスに、ノースカロライナに、あ、それから
ット素敵です。あかつきちゃんたちにも渡しておきますね。いっぱい衣装を配れたわね。そういえば肝心のエンタープライズの衣装制作がまだだけど。またどこかの機会にゆっくり一緒に作りましょう。頑張ってくれたご褒美に美味しいケーキをいっぱいご馳走するわ。